寒くなってきましたね。車がなんかバキバキになってました。今朝僕の車屋根に入れてなかったんで。はい、屋根に入れた方がいい、ね、それ一人ごと？え？いや、だいたい僕はあのラジオの放送もこんな感じです。もう1分前にスタジオに入って、はい、よし、スタジオ5秒前。はい、皆さんこんばんは、おばんでございます。よろしくお願いします。さあ、今回もやってまいりましたユナテレです。今日もですね、 NCV 福島センター、これ福島市の小山にあります、ここから生配信をお送りしていきます。ここで話したことが実現する TV ということで、ユナテレ、今回はですね、ゲストに福島ユナイテッド FC、 先日引退を発表しました鴨志田隆選手と平修斗選手が来てくれますということで、今日は初の試みです。ご覧ください。ドーンドンドン、スイッチポーン、押していただきました。今ご覧いただいてます。はい、ということで、鴨ちゃんと平です。よろしくお願いします。そして、おまけで、営業の福島ユナイテッド FC、元10番、キム・ゴンチョンさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。あ、でも。あ、リスペクト。なんかカメラの前で。なるほど、なるほど。さあ、よろしくお願いします。今日はですね、もう1時間もたっぷり、もうカモちゃんとヒラ、もうあのユナテレでしか話せないことをどんどん聞いていこうと思います。NG、まあ、途中で変な質問したら、ちょっとそれはまだこれからということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。いやー、鴨ちゃん、はい、引退ですか。引退ですね。いやー、さっき聞きました、11年。はい、現役11年。現役11年ですよ。今何歳ですか ?33 です。33。大学を卒業してから。から、はい、栃木で4年間やって、はい、その後福島で7年お世話になりました。あ、大体こういう、なんていうの、訛りは似てるところにいたんだね、じゃあね、ずっとね。そうですね。おー、栃木 FC で、まあ、4年、 SC、 あ、 SC 幸先悪いなちょっと転んだね、ちょっと転びましたね、失礼しました、栃木の皆さん失礼しましたね。そして11年もやったわけですよ。そして平さん、あなた24歳、はい、6年、大学行ってたら2年、もう2年でね、大学はやっぱりこう学歴的にはちょっと難しかったかもしれないですけど高卒でやって6年でこの24で引退ということで、はい、まあいろいろ聞いていきたいと思うんですけど、鴨ちゃんはこので前回出てきてくれた時もやっぱりセカンドキャリアっていうことをね、はい、話してて、まあ、いずれこの時が、まあ、来るっていうのはやっぱりここ何年間っていうのはあったんですか。そうですね、やっぱり30過ぎたぐらいからは、うん、まあ、次どうしようかなっていうのを考えて、まあ、家族とも話しながら、うん、まあ、いつ頃をやめようかなとか、うん、次どうするって話はしてました。それが今回こう具体的になったっていうのは、はい、そのあ、じゃあ引退して、まあ、次のセカンドキャリア行こうかって具体的にこうなったのって大体いつぐらいだったんですか。でも正直言うと、うん、もう今年の初めにはもう今シーズン限りで俺はやめようと思ってプレーしてました。はい、それはなぜ。まあ、家族とも話してて、まあ、このタイミングで今シーズン限りで引退が、まあ、一番全員にとっていいかなと思って、まあ、僕自身ももう、まあ、結構サッカーでやりきってる感じはあったの で、うん、で最後1年頑張って燃え尽きようかなと思ってやりました。はい、出てた試合は毎回燃え尽きてたもんね。確かにね、もうこれ以上走れないっていうところまで走ってたもんね。そういう思いがあったんですか。はい、で今日も奥さんコーディネートで。そうですね、はい、今日も奥さん、はい、そうですよ、やっぱ家族愛がありますから。はい、で結婚して何年ですか。福島来た時に結婚したので、じゃあ7年ですね。ね、今はお子さんもいてね。そうですね、はい、2人双子で。で、じゃあ改めてやっぱり今シーズンで引退するよって言った時は、はい、こう奥さんは何て言ったんですか。いや、もう奥さんももう分かってたっていうか、うん、納得してたし、もう、うん、よく頑張ったねって言って。はい、まあね、残り3試合ありますから、まあ、そこでね、またね、まだ完全に燃え尽きてないでしょ、やっぱり。そうですね、まだシーズン終わるまでがね、はい、
だから逆にろうそくで言ったら今ブワーッとこう燃えてるところでしょ、ね、もうやってやるよみたいな、足がちぎれてもみたいな。もうね、怪我関係ないんで ね、はい、もうガンガン肉離れするまで。いや、あんまでかい怪我してみると次が、ね、次勉強するんで。そうだね、セカンドキャリアっていうのがあるからね、はい、いや、まあ、そういう思いで、まあ、カズちゃんがやってたっていうのはちょっと知らなかったんですけど、いや、ドラは知ってたの？いや、知らないです。あ、そういう話はしないんだ、その外というか。途中からシャツインしなくなったなぐらい。まあそれはあの後ろのねスポンサーさんもちょっとやりづらそうだな、あるから。それは理由にはじゃないんだよね。じゃない他のスポンサーだって じゃないんだよ。だったら他で探します。そうだよ。他の選手に相談とかいうのはなかったんですか？全然話してなかったですね。お、はい、じゃあ決まった時に、うん、あのチームに伝えたって感じ。ね、徐々に、まあ、話してって、まあ、そろそろ辞めるみたいな。ああ、なるほどね、はい。でもまだ33ですよ。ドラさん何歳ですか？ 34? 34ですか？ 32。 あ、間違っちゃうんだから。その辺分かんないんだから、俺もぼんやりしちゃってるから。32ですね。33ですからね。ぜひね、これ残り3試合がっつりやっていただいて。このがいいですね、33歳で、ね、残り3試合って。まあ本当にただの偶然ですけど、ね、そういう思いだったということですね。でその一方、24歳、ね、もう早めの決断だったね、はい、これはなんで？なんでやめんの？まだやれんじゃん。やれますよ。やれるけど、なんか違うことしてみたいな。あ、今までサッカーしかしてこなかったんで、うん、自分がサッカーしない生活を見てみたかったって、してみたかったって。まあ、ここ最近ですよ。だからいきなりなんかふと、あ、ちょっとサッカー以外のことしてみようかなって。あ、そう思って決めました。だからこの前 MCV 出た時にはもう全然引退するのは自分も予想できてなかったし。ついこの間だもんね。はい。うん。だからここ最近で。あった。え、逆にあれでしょ？変な話、チームから戦力外とかそういうこと。だったの？いや、それは受けてはないですけど、まだ多分そうだろうなっていう、うん、まあ大体雰囲気。そういう雰囲気ってあるの？いや、雰囲気っていうか、まあ僕はないだろうなって思ってて、うん、まあそれだったらもうタイミング的にも今が自分で？できた。まあ若いからこそ今引退して違うことに力を使おうかなと、うん。まあもちろんね、恋人の三つには相談はしてたとは思うんだけど、はい、三つ以外には誰に相談してたの？そういうのあったの？りょうくんだったりとか、まあ、もぎさん、いっさんとか、あ、あの辺には先輩にね、はい、で それさ、まあ、もぎちゃん、なんてこう返ってくるわけ？まあ言える範囲でいいんだけどね。まあ、まだやれるっしょぐらいな感覚ですけど、でも結局のところみんなやっぱ自分が決めることだから、そこはやっぱ最後は自分で決めることだからっていう風な感じでみんな答えてくれるんですけど、うん、そのやりたいことっていうのはね、まあこう言ってないと思うんだけど、何がやりたいことになったんですか？いや、やりたいことっていうか挑戦してみたいことは、まあ実家が自営業なんですけど、うん、まあそっちの方に後継ぎとしてっていうか、地元の鹿児島に帰って、はい、うん、まあプロでいろんなことを学んだ中で、やっぱ親に相当迷惑かけたと、お世話やったから、まあ、このタイミングでちょっと恩返しじゃないですけど、そういうのも含めて、まあ、その家業を、はい、何系ですか？これ言っちゃっても大丈夫ですか？何系？何、もうね、何系なんですか？いや、これがなんか代々300年続く地元のね、ものすごいな、氷菓子のって言ったらもうみんな引きますよ、もうそれは。氷菓子ってもうあかんやん、あかんやつやん、それ。もうそういうのじゃないでしょ？そうです。まあ、畜産農家で、あの、肉牛育ててるんですけど、うん、まあそれでそっちの方に入るかな。じゃあ今後はその農業で、はい、こう家族に恩返しをして、はい、まあ親ですね。あ、今まで中卒であんまり一緒にいなかったから、ああ、なるほど、そういうのも含めて、うん、やっぱりさ、中学までその地元にいて、はい、こうやっぱ地元感っていうのはやっぱある？こう地元のこうなんか、うん、
今まではなんだこんな田舎って思ってたんですけど、自分の地元なんですけど、うん、でもここ最近なんか、あ、やっぱ地元っていいなっていうか、なんか今度映画化される映画も、うん、なんか僕の地元のところがボヘミアン・ラプソディ、いや、絶対適当に今覚えたんだよ。じゃない、あれ違う、あれクイーンですね、あれクイーンだ。全然違うよ。宇田さんによると、あの、有村架純が出るやつがあって、それがなんか僕の地元のところでやれる。土地元。土地元。平も出てんの？いや、僕出ないですけど、僕は。時間ないでしょ。チームで動いてた。いや、なんか一緒に出んのかな。でも僕がオフシーズン帰ってる時に、なんかトレーニングする砂浜とか出たりとか、そういうのを見て、お、地元いいなと思って。へ、そういうのもあって、まあ、このタイミングで引退することにしました。地元はちなみにどこですか、鹿児島県の。まあ、阿久根市とかなんです。阿久根市。はい、阿久根市はどんな特産品があるんですか。牛はじゃあ盛んなの、そういう。いや、別にそこの町が盛んっていうわけじゃないです。もう鹿児島県自体がそういうね。まあね。はい、じゃあ海があるね。そのね。海が綺麗。基本海ですね。へえ。両親はなんて言ったんですか。じゃあ帰るわ、帰ること決めたわって言ったら。まあ、帰るわっていきなり言わなかったんですけど、相談した時に、うん、まあ、サッカーやってほしい半分、うん、なんか一緒に働きたい半分って言われた時に、うん、その半分一緒に働きたいっていうふうに言われた時にちょっと嬉しくて。ああ、なるほどね。そういうのも含めて、そういうのあるんだね。高卒で外で出るからね。ああ、まあ、それってすごい貴重な経験だよね、やっぱね。その19からやっぱ働いてる人たちもすごいじゃん、サッカー以外でもね。うん、でそれでこう決めるっていうのはね、まあ英断だよね。20どうだって結構いろんな人から「おお、お前やめんのかい」みたいな言われたでしょ。言われたっすけど、うん、言われましたね。まだできるだろうって。けどまあ実家継ぐって決めてたんで、まあでも結局みんな本当に結局自分のが決めることだからっていうふうな感じでした。まあだから今回それはまあ初発表に、まあ、この公の場では初発表になるんですか、じゃないとみんな納得しないじゃないですか。まあ24でね。じゃあもうこれは来年あったらつなぎ、ちょっと大きめのサイズのつなぎを着て、で白い長靴を履いてそうす、ね、で、まあ、JA かなんかの小キャップかぶって、はいはい、もうあの串刺しにできるようなあれでイグサじゃないけど牧草を売って ね、そういう。そんな平がなんかでもそれ似合いそうだね。よく言われるんですよ。似合うと。なんか自然に今そこに衣装があったらなんかその衣装でもいける。来年だからちょっと中継とかでユナテレで。そうだね。出てもらいます。そうだよね。でここにこう書いてあるでしょ、刺繍のあのつなぎがあるわけでしょ。平はシュートっつって。ね、そんな名前入れる？入れないとやっぱり従業員さんが間違っちゃう。洗濯の時とか。分けたい時とかあるから、やっぱり。いやでも大変な、またそれもね、あの大変なチャレンジです、はい、ですけど、ぜひ頑張ってもらいたいですね。はい、うん、カモちゃんはあのセカンドキャリアっていうのはこうサッカー関係とはまた違うとかそういうのは考えてるんですか。そうですね、まあいろいろ考えたんですけど、うん、まあサッカー以外の仕事をちょっとしてみようかなと思って、うん、まあ、それもやっぱ興味があって。うん、ちょっと周りの選手がまあ昔いた清水潤とか、うん、まあ、小野雄平とか、うん、岡田大とか、はい、そういう同じぐらいの人たちがサッカー以外の仕事をしてるのを、うん、してでそういうのを聞いてやっぱ自分も興味持ったんでそっちの世界行ってみようかなと思いました。清水潤なんてね、今だからアイレの営業でしょ、うん、はい、その福島ユナイテッドの学校もつないだ縁、うんうん、そしてね、まあ、先日某 GM が俺が紹介したんだけどあいつ結婚式呼ばなかったあとから俺は聞いたんだっていうのでかなり根に持ってますね。あれは大丈夫です、はい、俺も呼ばれてないあなたも呼ばれてないんですよ。あ、自己報告。結構一緒にいたのにっていうか同じアパートに住んでたのかなと思ったら来てないな。何回かこう郵便ポストをかけてなるほどね。あ、周りからは聞いてるけど、あ、なるほど、来てないなみたいな。あ、ちゃんとじゃあ順は選んでたってことだね。ちゃんとね、人を選ぶタイプ、人を選んでたんだね。結婚式大変だから誰を呼ぶかって。まあでも赤坂でやったんでしたっけ。まあなんですかね、まあそういう
そこはね、かぶれてますね。ね、サッカーセカンドキャリア。あのさ、やめてもらっていいですか。話すか。今日誰の話だ。今日誰の話だ。をここに来たんだけど。そろそろ退場。あなたはだからあのカモちゃんとの思い出とかね、平とも仲いいでしょ。うん、仲いいね。ね。最近特に仲良くなったんだけど去年からな仲良かったもんな。仲良くしてます、ね、だからそういうそのためにこう来てもらいたいっていうことをね。変なことを喋るためじゃない。そうですよ。もうちょっと僕の頭の中で組み立ててたことがなんかちょっと今ゴロンゴロン転がっちゃって、ね、大変でしたけど、でもこう、まあ、残り3試合残ってますけど、鴨ちゃんその11年サッカーやってきて、今年のこう福島ユナイテッド FC のチームって改めてこうカモちゃんにとってどんなチームだったんですかね。そういう思いを抱えながらだからなんかいろいろあったのかななんて思うんですけど、うん、まあやっぱ、まあ、優勝したかったっていうのは本当にあったし、うん、まあでも本当にチーム全員が全員で盛り上げて、うん、あの勝利に向かって戦ってたっていうのはすごい良かったですし、すごいいいチームだなと思いました。うん、7年ってこう長いじゃないですか、はい、人生の中でいて、そのチーム以外にも福島ってこうなんすか、あのアウェーからとか、例えば年末年始実家に帰ってで福島に帰ってくると、うん、どんな土地ですか、もうカモちゃんにとって福島市って。どんな土地、うん、ほっとする。いやどうだろうね、やっぱ寒いしめちゃめちゃディスってますね。ディスってます。これからです、これからです。一番最初にネガティブな、うん、そうそう、雪すごいし、雪すごい、まあまあ、北海道と比べれば全然ですあのね、はい、夏ほら夏は、ね、夏雪降んないでしょ。夏どうですか。夏は暑いよ。あれですよ、あれ、春はどうですか。春まだ寒くない。寒いよね、ゴールデンウィーク前も寒い。秋どうですか。秋もう秋だと思ったらすぐ冬だ。あっという間だ。悪いところかじゃろこれ。やっぱりね、人がね、人がいいっていう。そう、大体どこでもいいんです。誰でも答えるんです。もうどこの土地行ってもこの土地のいいところはどんなところですかって、人がいいっていうね。まあでもそれは大切なことですからね。まあまあ今後どこでね、このあの土地を離れるかもしれませんけど、その時にだからいいところを思い出すんじゃない。今パッと、パッとはね。そうですね。あとほら待機児童で苦労しちゃったからそのちょっとイメージがあるかもしれない。ちょっとね、待機児童で苦労してるのそこでテレビで言うとは思わなかったサッカー以外で街の話題で、ね、取り上げられた選手っていうのはカモちゃんだけですよ、ね、今どうなんですか、その待機児童問題は。待機児童問題だ。今日だから今年も入れなかったですまだまだ足んなかったです、ね、まだまだ足らないっていうね。まだまだ、はい、でもやっぱね、遊ぶところ多いのは福島いいと思います。え、それは子供が、子供にとって本当に屋内でも屋外でも遊ぶところたくさんあって、子供がどこ行ってもすっごい喜んでくれるんですよ。それはやっぱり福島にしかないかもしれない。他の例えば僕栃木帰った時とか神奈川行った時とか、そういうところが有料だったりするんですよ。あ、なるほど。福島無料なのに、はい、有料なのにこのクオリティみたいなのがあって、そういうのを言っていいのか分からないですけど、そういうのはやっぱ福島は子供にとっては素晴らしい街だったかなと思いました。カモ、まあ、ちゃんにとったらね、あれだったかもしれませんけど、子供にとったら、子供にとってはだってなんか福島市も16沼もね、遊べるところもあるしね、コムコムだっけ、コムコムもねあるしね、元宮市のなんか水色公園だっけ。あそこも行きました。そのなんかすごいいいんでしょ、はい、まあ、だから俺たちだけで遊び行ったら本当にただの不審者だからちょっと行ってみようかなって思ったんだけど、あの隣の英国庭園で遊ばれてる僕らはそっちのね、あのスマイルキッズパークで遊んじゃうとちょっとあれ子供好きの変な人みたいなになっちゃうから、それは気をつけないといけないね我々は。確かにそうですね。ヒラはあれじゃないですか、なんか福島じゃなくてちょっと仙台にまで足を運んで、そういうオフは時間を過ごしてた。あ、まあまあよくありましたねもうね、今日はね全部否定しないですね平さんもうね、もう出していいかなっていう感じだもんね。どうでした2年いて福島は。福島ですか、まあ、鴨さんが言った通り、まあ、寒いと、まあ、夏は暑い、まあ、そこは変わらないですけど。いやだって鹿児島だって暑いでしょ。暑いですけど、カラッとしてるよね。そうなんですよ。だから、過ごしやすい、過ごしやすい。もっともわっと来ない、なんかあの暑さが。福島はね。いやいやいや、九州。いや、来ないですよ。来ないですよ。
あ、海沿いだからまたさらに。あ、そうですね、それはある。あ、そっか。僕の地元、じゃあ僕の地元どんどんディスってもらって暑かった、暑かった、寒い、はい。あとは、あ、でもなんか、はい、これいい子なのか悪い子なのか分かんないですけど、田舎すぎず都会すぎずみたいな。ああ、ちょうどいいところね。で、なんかあんま都会とか嫌いなんですよ、車線が多かったりとかと、あんま好きじゃないから、まあ、そういう意味では。確かに あなた生活してたところって確かに都会ではないよね、はい、こう中核市的な、うん、そうっす。まあ群馬はどっち行ったの、高崎行ったの。群馬は、いや群馬は前橋、前橋にいたの、うん、まあそこ隣で落ちたからね、はい、そうなんですって、はい、田舎すぎず、うん、まあ、確かに生活はしやすかったですね。で、何か不便なこと感じましたか。不便なことですか、うん、ああ一つ不便って言ったら、まあ、服屋はないくらい。あ、洋服屋さんがね、はい、行ってみたい。僕らの年代が買うぐらいの服が置いてない。だからなんかわざわざ仙台とか行ったりとか。へえ、そのぐらいかな。まああとね、あの県境を越えるとちょっとこう楽しくなるってなるからね。何県境。いや、県境だから仙台は宮城県でしょ、はい、県を越えるとなんかこう開放感があるでしょ。いや、もうそれ福島離れたっていう解放感。いやいやいや、自分で聞いてたわけじゃない。いや、多いんですよ、僕聞きます。僕もあの仙台でお買い物する人とか多いなっていうのは。僕は寒い方行かないですけど、僕はあったかい方行きますけど。東京でしょ、もうあったかい方行くんですよ。赤坂で結婚式あげるんで。そういうことじゃないです、そういうことじゃないです。それはたまたまです、しょうがないです。僕はあげたいって人がいるんだからしょうがないですよ、それは。まあね、まあでもでもね、まあだからそういうこと飛ぶんだよ。何を聞いていこうみたいな。今日もですね、ツイッターで2人の質問募集してます。ハッシュタグユナテレで、どんどんですね、2人にあの質問、あとはご意見、愚痴、クレーム、何でもお待ちしておりますので、お寄せください。ね、質問来てたんだよな、さっき。さっきね、結構もう来てるよね。平さん、質問来てますよ、はい、プロサッカー人生の中で一番思い出残ってる試合はどんな試合ですか。思い出ですか、はい、やっぱあの鹿児島戦のじゃないですか、鹿児島戦。いや、それすごかったんですよ、あれはすごかった。俺そのベンチです、目の前でシュートを見てたんですけど、まあ打つなって思ったよ。入らんか、打つなよみたいな感じで打ったと思ったら入ったみたいな。あれはすごかったよね。すごかった、それはすごかった。見ててびっくりする、うん。あれはもう蹴った瞬間もボールがもうすごい、どんな、ちょっと振り返ってよ。あれですか、うん、とりあえず龍からボールをもらってファーストタッチするじゃないですか、うん、今苦労してる龍でいいですか。あ、まあそう。、うん、で最初クロス上げようと思ったんですよ、うん、でまあ中枚数少ないな、うん、ってなった時にもう体勝手にシュート打ってたみたいな感じです。最初はクロス上げようと思ってたんですよ。あれはすごかったな。誰か写真撮ってないの、あれ。写真どうなんだ、撮ってないか。だからまあほら、今後実家の農業継ぐわけじゃない、うん、で10年後とか20年後は本当この人昔本当にサッカー選手だったのみたいな感じになるわけじゃない。体がってことだ。映像どっかに残ってんじゃないですか。映像ずっと流さないでしょ、牛舎で。そこね、そっかりだったら。そこね、もうやっぱりこうなんていうの、そういうのをねパッとこう分かりやすい写真をこう飾っとくっていう。サッカー、元サッカー選手が今は牛を育ててるなんていうの、それだけで話題だもん、うん、なりますよ。なるよ、ね、そうだよ。そのサッカー選手のセカンドキャリアの鏡みたいになると思うよ。本当ですか。いや、ちゃんとやめずにやったら、あの、なるよね。あとちゃんと俺らの毎年お肉を防ぎて。そうだね、それは必要、はい、それは必要だよ。そこはね、うん、それお付き合いだもん、はい、やっぱりあのなんていうのかな、こう離れちゃうとね、連絡が滞りますよ。だからそれが嫌なんですよ、僕の中では。だから年に一度のお肉っていうのは大切になってくるんですよ、ね。食いたいだけ。食いたい。綺麗な育てた肉、コウモちゃんも食べたいでしょ。食べたい。ねえ、これは期待しますよ。とね、いや、あれはすごかったな。いや、カモちゃんはどうですか、自分の、まあ、福島ユナイテッド FC だけじゃなくても構わないんですけど、
あどうなんだやっぱね。印象的な。印象的な試合は。サボ通れた試合じゃないですか。それはやめて本当に。本当さやめてくれる？幸せな感じ。幸せな感じにしたいんですよ。めっちゃなんか覚えてるもん。覚えて、うん。俺もあれもう。終わったって運ばれてったの。でもねやっぱね。うん、あ止血です。ああ。ルイ君のゴール。ああ。1次ラウンドの。はいはいはい自分じゃねえんだ。あ今銀行員のね元宮支店になりましたルイ君いやそんなプチじゃない東方銀行の元宮支店にいます時崎ルイ君はい転勤になりましたあれ出世の道立たれたんですかいや出世の道じゃないですかお今行ってるんですね、はいはいうん、そうっすかあれは西武だよね西武西武くっそ寒い中寒かったよ、ね、風が強くてでもサポーターすごい来てくれてこっちはもう勝つしかなくてでそうだったね、うんあれで本当に変わりましたもんね。その時はあなた何かやってました？いや出てたわ。その試合出てたわ。あ出てた。あれ活躍は？あの試合何かやったっけな。そのなんか自分のプレーじゃなくて人のプレーっていうのがなんかカモちゃんらしいなと思うんだけど、やっぱそれだけ、うん、もう何やったーみたいな感じ。本当にあれほど喜んだのは。うん、下手したら土地 S で J2 昇格した時よりも喜んだかもしれないですね。まあ、地元開催だっていうのもねあったしね、うん、1次リーグのねあったなあの試合の前の試合シーンとかも、ね、そうそうそう決めたりとかねなんかみんな うん、その毎試合こうヒーローが生まれてったね、うんいやー、平が全く知らない話をこう3人で盛り上がってたという。カモさんすごいな。自分じゃないことを。ねえ、はい。でも俺的にはその JFL に上がって最初の試合で町田をさ、カモちゃんじゃない。はい。あれカムさんスルーしてくれれば俺決めれたんですけど声は聞こえたそう、 もう自分のスルーせえって思ったいや多分上行ったよ上行ったよです多分そうやと思うごっつんで、うん、あれはちょっと僕的にはカモちゃんのなんかこう印象というかそのやっぱり初めての全国リーグ で戦ってしかも町田は前年まで J2 にいてで監督は秋田さんだったっすよね。そうですね。言ったらいきなり町田とかよみたいな。であれも3月11とか。多分そこら辺で。なんかそのね。で新聞に大きくなんかこう希望的な形で、うん、カモちゃん乗って、うん。そうですね。それを言わないんだから。それ言わない。人間の鏡ですね。もう人はカモシダ。もう何でもないそうなでその次の年も J3 元年ってカモちゃんじゃなかったいやあれはあれファーストゴール違う2つ目なんだっけあれ誰だっけ開幕戦長野でした長野は負けたよねボコボコにやられたあの長野は、うん、結構ボコボコにやられてたよ、ねうん、開幕戦あのあれそう西ヶ丘西ヶ丘あまあボコボコだったねワントップでしたからねああ金本町のワントップあれはもうあれは僕も現場にいましたけどねああうんあの01だったけどボコボコだったよね、うんまあ、今群馬にいる高橋選手に決められたんじゃないそう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 本当に強かったもんね強かったよ本当にだから福島の話をしようねもうそういうでも今シーズンも、うん、誰もが立ち止まってしまった鳥取戦のゴールって話ああれ、ね、何が起こったのみたいな当たったんじゃん相手に当たったねあれちょっと、急激にひどかったけど自分もびっくりしましたキーパーがこう構えてるところに行っちゃったからあやっべえと思ったらなんかクンって入ったからそういうのも僕はだからカモちゃんのその印象的なってありますけどね、うん、どうドラは一緒に試合してて基本走ってるイメージしかないですよねあ俺の分まで走ってくれる確かにドラは走ってる印象はないね。ないしね。あんまないね。カモちゃんめちゃめちゃ走る。めちゃめちゃ走るんですから。平はどう？まあ今シーズン、まあ、福島来て、うん、こんな選手面白い。まあ、カモちゃんの印象ってどんな感じだった？カモさんは、うん、僕
アンダー22選抜で、うん、で福島とやった時に鴨さん途中から出てきたんですよ、うん、でやっぱシャツインしてたからその時に鴨さんだけは俺覚えてたこの今の時代にシャツインする選手がそうだから鴨さんだけは覚えてて、うん、って感じですかね。だから鴨さんは僕の中では知ってたんでシャツインの人だとあのでその後チームメイトになって、はい、そうですね。どうですか、印象から変わりましたか。いやもうそのままですよ。うん、すごい人間性のいい人と思ってるんで。ああ日本ね。いや、それじゃないですか。違う。大丈夫大丈夫、あなたには行かないと思う。そんな、あ、まあ、そう。いや、あなたのいいところもたくさん知ってるけどほら言えないこともいや、まあ、ね、そうですね。説明が難しくなった。どうぞどうぞ続けてください。すいません。ね、あ、来てますよ。ですね、あ、JFL 開幕戦3月10日だったんですね、うんうんうん、あ、写真来てますよ、平君のゴール救われたって走ってる、あ、後ろカモちゃんとイッシーがいますね、これ3人引退するっていう、こう素晴らしい写真がなんかすごい、今ハッシュタグユナテレでツイッター見ていただくと送ってくださった方、あ、これ打つ前ですね、かっこいいじゃない、あ、こんなのもありますね、これまでのサッカー人生で一番心に響いた言葉は何かありますか、監督に言われた言葉な、どうなんだろうな、そう言われると思い出せないのある、僕一つだけあるんですよ、あら、なんか年老いた時に、うん、まあ、監督に言われたんですけど、うん、小さい頃の自分を裏切るの、例えば何か行動するじゃないですか、でそれを行動した時に小さい自分が見たらどう思うかっていうことを考えて行動しろ、うん、意味わかりますか、だから例えばサッカーの練習とかで手抜いてたとしたら、うん、小さい頃の自分だったらサッカー選手になりたくて頑張ってたじゃないですか、うん、でその時の小さい頃の自分が見た時に悲しむか悲しまないかとか、そういうのも踏まえて、小さい頃の自分を裏切るなっていう言葉がすごい言葉だな、ちょっと深いのを分からない、ちょっと僕もちょっと今目元が小さい頃もう多分大泣きしてると思う、小さい頃の俺そんなんじゃなかったよ、大泣きっていうか白い目で見た、人生設計そんなんじゃなかったよそれ、監督 どなたが、まあ、森下仁監督と一緒で、うん、去年群馬の監督してて、まあ、その前はジュビロだったりとか、まあ、元サッカー選手なんですけど、まあ、その人が言った言葉が今でも僕は忘れられなくて、まあ、自分の言葉じゃないんですけど、こういうなんかタイミングで言われた時にはその言葉を言うようにして、うん、へえ、はい、じゃあ今回もその決めた時っていうのは、はい、やっぱりその言葉っていうのはちょっと頭に浮かんだの、ありましたけど、でも小さい頃はサッカー選手、まあ、またちょっとね違うね、違うあれなんですけど、あ、そうだね、うん、その手を抜いてるわけじゃないもんね、この決断でね、抜いてるわけじゃないですか、感じですかね、へ、これもありました、平君、鳥栖時代のチームメイトと一緒に写真を撮っていた、あの時には決断していたんですか、写真撮ってた、一緒に写真撮ってたんですか、鳥栖時代の、いつですか、最近誰と撮ってたんですかね、鳥栖時代、あ、うん、この前山形と練習試合した時に、うん、あの酒井達也っていう、うん、一回日本代表入ってるとか、うん、選手と、まあ、この前練習試合の後には写真撮りました、その時は伝えてたんですか、もうその練習、まあ、言ってましたね、うん、で辞めるって監督に言ったのも練習試合が終わって GM の甲斐さんに引退しますと、うん、で田坂さんにも引退しますっていうふうに言いました、うん、そういう時ってさ、まあ、言えないこともあると思うんだけどさ、はい、田さんとかってなんて言うの、まあでも、まあ、びっくりしましたけどね、甲斐さんもそうだし、うん、でも結局言うのは、まあ、お前が決めたことだからって、うん、でまあ、これからが大事だから、うん、まあ、サッカー選手でいろんな経験したと思うから、うん、でそれをまあ何だろう、生かして頑張って言われました、カモちゃんは田さんには何て言われたんですか、いや、まあ、まあ今シーズンのチーム、あの、まあ練習の態度とか、うん、まあ、そういうので感謝してるとは言ってくれましたし、うん、まあこれからは
どんなステージでも頑張ってほしいと言ってくれました、ね、はい。いや、あの自信持って僕が言えることじゃないんですけど、カモちゃんならどんな業界でもこうやっていけるんじゃないかなとまあね、人じゃないですか、結局仕事してる人って人なんですよ、平さん、こんな僕でもねえ、あの仕事させていただいてますから2人だったら間違いないなと思いますね。まあ、あの今後ね、あの発表になるかどうか分かりませんけれども、まあ、あのまだ3試合残ってますから。そうですね、ねえ、もうそこは足がちぎれるまで。あ、そうすると大変だ、大変だ、大変だね。次働けなくなっちゃうから。そう、大変です、大変ですね。その一歩手前、二歩手前ぐらいで、うん、ね、頑張ってもらいたいなと思います。はい、こんな質問来てます。カモちゃん、引退される前に甚大な後輩であるコータやテラ君、来季加入する、選手、石渡選手かな？大学の先輩として伝えたいメッセージなどはありますか？そうですね。まあ確かに甚大ルートっていうのはひょっとしたらカモちゃん。いや、たまたまでしょ。これ人大から入ったんじゃないかな。確かに。確かに違うなって質問の途中で思っちゃった。大学の後輩とかね、なんかやっぱある。いやでも、まあ、後輩感っていうかなんかそういうのある。いやでもやっぱ一緒にプレーはしてないんで。ああ。だいぶ離れてる後輩なんで。多分向こうもそんな先輩感はないんじゃないですかね。ああ確かにね。人大会みたいなのやってないですか？人大会全くやってないね。寂しいな。寂しい。ちょっとね。だってもうコータもテラもね、すぐどっかフラフラって行っちゃうから。うん、あ確かにな、うん。テラはもうちょっと僕は今後あいつのマインドをここでね、さらけ出したいなと思いますけどね。そう、特にないそうです。あ、ただこうメッセージ的には、まあ、あの先輩としてこれは守れよみたいな。これは守れ、まあ。常に全力でやることですかね、やっぱり、ね、でどんな状況であれ、うん、その日その日サッカーに対して感謝して全力でプレーすることは絶対に忘れちゃいけないかなと思います。カモちゃんってもう疲れて手抜いたこととかないの？疲れて手抜いたことないです。だって僕それやったらプロでできないですもん、サッカー。もう見るな見るな見るな見るとは思ってたけど、いや聞かせてやりたかったな、現役時代に。やっぱうまいからね。どうやって手抜くかしか考えてなかったね。その足技があるやつのだからダメなんですよ。だからダメなんですよ。ドラとかそういうプレーしてみたかったっすね、やっぱり。あ、なるほど。できないから自分は。これまああのやっぱり1年でもね、そのプロの門を叩ける選手っていうのはこれだけサッカー人口、サッカーしてる人たちがいて、それでも狭き門なんだけど、やっぱそれでもね、11年と6年とかすごいと思うんだけど、平はどう？これから、まあ、あの福島でね、はい、プロサッカー選手になりたい子どもたちっていうのもたくさんいると思うんだけど、はい、まあ、さっきの言葉ね、子どもの頃の自分っていうのは大人になってからじゃない、はいはい、これからの子どもたちにっていうとさ、自分はなんでなれたと思う？自分ですか、うん、プロの契約を勝ち取れたと思う。上手いやついっぱいいるじゃない。まあまあまあ、まあ、けど運もね重要なんです。別にそんな僕の中では人より努力した感じはなかったです。まあ、まあ親がこの丈夫な体を産んでくれたから、まあ能力高かったです、あの身体能力的な部分。あ、だからそこまで努力した感じはなかったですね。でも手を抜いてるわけではない。抜いてるわけじゃないです。まあ、好きなことだから。だからこそ今こうやって上でやれてないっていうのもあるし、努力してこなかったからこそ、能力だけでやったからこそ、上のステージでできなかった。J1、J2 とか、はい、じゃあもうそこはカモちゃん、もうあれだね、がむしゃらにやるしか手を抜かないってことだね。そうですね。手を抜かずに好きなことをやる。まあ、これはサッカー以外のことでも。言えることですよね、うん、多分そうだと思うんで、ね、特にもう今日はね、眠い中お子さんも来てくれてて代表戦なのに、ね、手抜いちゃダメなんだって、ね、おじさんみたいになっちゃうよ手抜あの両端のおじさんたちみたいになっちゃう。飛んできたね今日はドラがいてよかった半分になる。前回いなかったら負担が半分になるし、悪人になるからさあもうね、ちょっと40分話してますけれども、ここで、まあ残り3試合ということで、残りホームゲームは残り2試合です。
もういよ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 寒くなってきましたから、引くほど暖かい格好で東方みんなのスタジオに来ていただきたいんですけども寒い寒い言ってんのに、新商品がですね T シャツだというそうなんです。次の11月18日ガンバ大阪アンダー23戦の情報行きましょう。はい、はい、さらっと行きましょうか、はい、キックオフがあさってですね。はい、13時9分になります。今回13時9分。はい、あ、そっか、そうです、 NHK さんで放送が入るので、はい、ちょっとだけ時間がずれます。はい、13時9分ね、台本書き直さないとそんなことはどうでもいい、はい、取りますよ。はい、はい、1時9分です。はい、解説誰ですか。解説誰なんですかね。時崎さんですかね。俺のとこには来てないしね。まあそれは来ないでしょうね。ピーしか入んないです。それはあなたです。あなたこういうところでしか活躍しませんから。でも前あの街中をこら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 。僕と一緒のところで、あの放送コード緩いところでしか生活できませんから、ね。あの街中広場でね、前パブリックビューイングやった時にね、はい、楽しかったですね結構。いや僕は本当にちょっとイラッとしました。違うか。あります、はい、そして、この日は日本松市大玉村飯舘村デイということで、はい、日本松市大玉村飯舘村にお住まい、もしくは、学校で通っている、あとはお仕事で通っている、されてる、はい、方は無料招待、無料招待ということ、はい、いうことなんで、その分かりやすい ID を持って、はいはい、お越しください。はい、はい、で新しいピチピチ新発売のはいサンクス T シャツ作りました。やりました。どこに行けばいいですか。はい、サンクス T シャツです。はい、後ろも、はい、後ろも貼ってください、ね、はい、選手名書いてあります。いいですか。はい、なんか選手名書いてあるんですよ。選手名書いてある、はい、なんか俺の名前入ってないです。ないです、営業ないです、入ってないですか。これが限定で200着、はい、はい、作りまして2000円になります。2000円です。はい、まあ、あのホームゲーム最終節で選手も試合後着る予定ではいるんで、はい、もしかしたらお揃いで写真も撮れるかもしれない。あの選手の名前が書いてあるっていうのは初めてですよね。あんまないですよね。あんまないですね。ね、ありそうでなかったですよね。サンクス T シャツということで、はい、2000円で販売です。限定です。はい、はい、ぜひお早めにどうぞ。はい、あとは、あとは、はい、ブランケット、ブランケット、ブランケット話します。まあブランケット出ます。はい、価格どうします。よし、価格も言っちゃって4500円。4500円、はい、半額ぐらいになんないのかな。そこはねちょっとそうさ、僕に言われましても、もっと安い毛布知ってるよ僕は。いや、そうですね。でしょ。いや、多分質がいいんじゃないですか。そこでしょうね。はい、エンブレムも相当あったかいと思います。相当あったかいです。雪山とか行けるぐらいあったかいんじゃないですか。はい、ただあのクレームは、それを買って寒いって感じ、うん、人はあの、ね、GM までくださ、はい、冬の装いでお越しください。はい、寒いんで、もう風が福島冷たいんで、大阪の、ね、サポーターの皆さんもね、もしこうあのお越しになるときは本当引くほどの格好で来てください。週末でも予想で13、4度ぐらいなんで。あ、なるほど、寒いですね。はい、でということはあそこは10度いくかいかないか、そうぐらいですよね。これカモちゃんにとったらいいぐらいの温度ですか。そうですね、走り回ります ね、はい、ね、暑くないし、暑くないから。平も、平にとったらちょっと寒いですか。ちょっと寒いね。ちょっと寒いね。それぐらいです。はい、2つの新商品が出ます。はい、それ以外にはあとは、はい、竹穴 GM のサッカーの味方講座、講座、はい、これがあります。場外で11時半からですか。はい、はい、僕も彼が暴走しないように止める係です。まあ、講座っていうよりもなんかあれですよね。はい、もはやホワイトボードいらないんじゃないかってこと言ってました。彼は喋ってるだけでしょ。あの、ただ人前で話したいんじゃないかなと思います。彼はね、そうです、絶対そうです。何の話をするのか分かりませんが、いや、サッカー講座って言ってるからね。そうですね、はい、ただね、彼もね、やっぱり今こうチームなんですか、この入れ替えの時期じゃないですか。そうですね、いろんなストレスは抱えてるっていうことはここでお伝えしておきましょう。ストレスでちょっとハゲてるかもしれない。そうですね。それは元々です。元からです。今日見てるかな。竹原家みんな髪の毛くさくさしてるの、唯一長男だけが全部来たんじゃないですか。そうそう、ストレスだと思います。彼は、彼の毛の抜け具合はストレスです。はい、完全に。はい、そして
あとはハーフタイムにタオマフ分もね。あ、久しぶりですね。久しぶりです。これやります。タオマフをお持ちになってお越しください。で、プレゼントはもう言っちゃっていいのかな。まあ、あのまだ確定はしてないんですけども、あの来年度のカレンダー。カレンダー用意してます。はい。はい。いくつかな。などを用意してます。はい。お時間。カレンダー見ました？見ました。先週。見ました。うん、はい。皆さんもあの見ていただきました。担当させていただいておりまして、はい、ちょっとデザインとか。それ今日持ってきては？今日は持ってきてないです。持ってこいよ。え、それも前回の放送の時にちょっとやってもらったんじゃないですか？あ、もちろんもちろん、はい、なんか僕がいなくてみんな寂しがってたみたいな。あのみんな泣いてました。はい。もう適当やな。みんな泣いてました。あ、ありました。あ、すいません。お、ありがとうございます。さすが NCV さん、ありがとうございます。はいはいはい。はい、2019年です。ちょっとかっこよくなったでしょ。はい、元号は入っておりません。ちょっとポスターみたいな感じ。どの辺がこだわりどの辺ですか。とりあえず今まで半分写真で半分あれだったじゃないですか。あー、なんすか、日付ね。そうそうそう、もうそんなんカレンダーで日付なんか見る人あんまいねえだろ。いやでもね、でもなんかここメモりたいのよ。ちっちゃくしてやりました。メモりたいの、いろいろスケジュールとか。もう今携帯のメモとか使えるじゃないですか。いますよ、平さんもいますよ。1月、2月が、はいはい、いますね。もうこれは残り3試合しかないっていうのはね。皆さん買いました？カレンダー買った人一人もおらんって、どういうこと。いや、まだ2019年モードじゃないですから。カモちゃんは、ありますか。せっかく俺業者の人とすげえやり取りして決めたのに。データさんは全部決めたんですか。カモちゃんはピンクバージョン。そう、カモちゃんはいました。いました、9月10月です。真ん中います。はい、カモちゃん。あ、カモちゃんっぽいですね。どさくさに紛れて俺の写真も入れてやろうかなと思ってカモちゃんいますよ。走ってます。カモちゃん走ってますね。じゃあ全選手入ってるんですね。入ってますよ。確かにちょっと日付は見づらいかもしれないですね、これはね。ぜひぜひ。じゃあこれを持って、サインとかも。はい。はい、もうしていただきます。もうだから残り3試合よ。今日来てくださってる方は、次のホームゲームでぜひ、はい。これが、1900円。ですね、はい。はい。卓上作ってよ。あ、それも来年度から検討します。ね、卓上欲しいですよね、結構ね。はい、働いてると卓上欲しいですよね。メモれるやつ、うん、あれが役に立つのよ、ね、すっごいなんかみんなから攻撃されてる感じ。いやいや、これはこれでいいんだけど、これはこれでなんで部屋とか家とかのあれでなんか応援してるぞっていう感じになるんだけど、ね、卓上がいい。じゃあ来年卓上を作ったら、まあ、デザインによりますけどね。今の感じも買いますっていう感じじゃなかった。いや、だいたいカレンダーって会社の段ボールみたいなところにいっぱいあるじゃないですか。持ってってくださいみたいな。僕はその中で卓上のを選んで持ってってますよ。いや、だから藤原プレスでこう買っても大量に買ってもらって、いいんですよ、俺の会社なの。いいんじゃないですか、別に悪いことしてるわけじゃないですから。悪いことしないですよ、はい、メールを書いてそんなめちゃくちゃ脱税とかしてるんですか。してないです。するほど儲けてないです。してないですよね。いやいや、もう税金をちゃんとね払っていく。何なんだよ。でいいんですか、もう。じゃあ大丈夫です。大丈夫ですか。はい、はい、あ、よかった。じゃあね、そろそろ時間もね10分とかになってきたんで、カモちゃんとやっぱりヒラに最後にね、こう書いていただきたいじゃないですか。何書いてもらいます。何書いてもらいます。ドラさん聞いてます。何書いてもらいますか。じゃあこれから育てる牛のエースか。いります。そうだね。そう、石別の牛っていうのをね、はい、書いてもらいましょうよ。じゃあ、カモさんも牛でお願いします。カモで牛。じゃあ、こんな牛を育ててもらいたい。こんな牛を育てる。はい。牛だけ書くんですか。いや、牛とサインをお願いします。いや、もう牛はパパッと書いてください。こんな、はい、雑談は。なんかね、サンちゃんもね、頑張ってくださいなんていう、そう、なんか来てましたね。メッセージを送ってくれてますよ。サンちゃん。サンちゃん見てます？サンちゃん多分見てると思うんです。サンちゃん嬉しいな。サンちゃんから来たんですか。サンちゃんか。
ね、サイン大きく、サインもうその辺任せますよ。まあ後これちょっと大きくちょっとそれは反則だ、それは反則だから、それ次のページやからな、それサインはそのページで、そう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 、うん、いいよサイン書いて、厳しいから、うん、はい、次のページ。例えば15番って何かこだわりあるんですかっていうのを聞けましたよ、ヒロさん。その時に憧れた先輩が、あ、そうですよね、はい、チケットなんで15番ここに書くんですか、大きく、うん、ちっちゃいですよね、なんか絵描くの。そうなんですよ、虫ってどう描くんだろう、俺これ前回見た気がするね犬ってどう描くんだろう、ね、でもほらこれからお子さんがさ、またさらに大きくなってさ、どんどん描いてどんどん描いてとか言われるよ。あ、確かにキャラクターもね、だいぶ描けるようになったんですよね。今まではさ、ほらサッカーで忙しいからパパ疲れてるからってママもね抑えてくれてたけど、いや俺午後毎日遊び行ってますよそりゃ公園詳しいよでしょ公園詳しい、次どこの公園行こうかなって毎回探します。でもそれぐらいチョイスがあるってことだね。そう、それだけ、ね、それだけあるのがやっぱすごいですよ。あ、だから飽きない子供たち。そっか、確かにあのトースター周りのね、あの東公園っていうのも芝生があってね、遊び行けるしね。ちょっと行ったらホバラとか伊達とか、うん、あっちにもあ、そっちにもあるの？そっちにもあります。川又にないな。川又ありますよ。あ、川又もあるの？お手姫知らないですか？知らない。 あるんだ。あ、屋内ですけどね。へえ、そうなんだ。そこも素晴らしい。へえ、各地にあるんだね。本当各地。あ、来てますよ。ほらあの芋栗佐太郎社長が。今度食事にでも行きましょうね。はい、お願いします。鴨志田選手、平選手、カズさん、ドラさん、お、俺も来ました。僕らは帰ってなかったです大丈夫です、言おうと思ってたんで、はい、漏れなく俺らついてきますよね、はい、そうですね、アテンドとしてね。それはね、ちょっとじゃあ、あれに連れてってもらいたいですね。で、平、これがうまい肉なんだぞと、あ、こういう肉を育てろよと。やめね。そしたらあれですかね、NCV の米沢センターがある米沢にちょっと、そうですね、行きましょう。米沢で練習も、ね、お世話になってますから、じゃあ芋栗佐太郎の、社長は米沢牛をご馳走するということで決定しました。やりました。あ、そうなんだ。前なんか米沢の夜のそういうの、本当のやつ言うなっていや、もう本当にぐっすり寝れました、もうすぐ、はい、もう本当に素晴らしくて、ね、君本当ね、反省会だなそんな悪いことは言ってないと思うんですけどね。ね、いや、あ、ポモちゃんうまいね。やべ、これでいいの？はい、いや、最初見てた時、ヒラも最初入りいいんじゃないかなと思ったんですけど、はい、これいいっすよ。これ出来上がったの見て、これ、はい、びっくりしました、ね。いいっすか、じゃあ。じゃあカモさん、はい、はい、じゃあこれ意外と牛ってわかりますよね。でも牛変わりますよ。牛変わりますね。象って言われても象、要はこの花輪のところでも牛変わります。まあでも牛ってわかりますね。今あのマダラを描こうとしてたんで、あれは牛乳なんで、あ、そうスタイル、あの肉牛なんで多分黒毛ですね。あ、そうかそうか。さあ、それではもう小さい頃から牛にね慣れ親しんできた平さんが、はい、それではどうぞ。はい、細っ出荷できないよこれ。足よ、これ出荷できないやつでしょこれ。もう地面刺さるやん。ガリガリでしょこれ。ガリガリ、これ企画ダメだよこれは。沈んでいくやつやん、それ。金賞取れないでしょこれ。これじゃちゃんとあなたこう書いてください。ここにサイン書いてくださいよ。はい、お二人、あ、こっちも。どっちかあれですね、これどっちか見てましたねこれね。ですか、似てますから牛が。確かに顔似てますね。はい、はいはい、これはカンニングしましたね。どっちこれカンニング疑惑がある絵ですねこれね。下手な人ってねこういう絵になっちゃうと思うんですよ、ちょっとね、目とか。いや、こう足が気になってしゃあないもん。それはね、だから残しますよ、つららみたいな足。 NCV さんに言ってこれ残しますからね。はいはい、じゃあお預かりして、後であの今日生配信スタジオに来ていただいた方には写真撮ってこれを拡散していただきましょうさあ、ということでですね、まあ、あのいよいよあさってホームゲームは残り2試合、あさってはガンバ大阪アンダー23を迎えての
ホームゲームになります。寒いんであったかくしてお越しいただければと思います。今日は先日引退を発表した鴨下隆史選手とそして平修斗選手に来ていただきましたが、じゃあ、最後にですね、また改めてどんな一言でも構いません、まあ、ホームゲームに来ていただけるような一言、それとも今まで応援していただいた方への感謝の言葉でも構わないんで、一言いただければと思います。それではまずは、平修斗選手から、はいはい、どのカメラを見ればいいですか。このカメラ、はい、お願いします。まあ、残り3試合ありますが、チャンスがある限りまた鹿児島戦のようにミドルシュート決めたいと思っているんで、スタジアムに足運んでいただけたらと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、そして鴨さん、本当にまずは、11年間応援ありがとうございました。あと3試合ありますので、それに向かってまだ僕も試合に出る準備してますので、ぜひ東方みんなのスタジアムまで来てください。ありがとうございました。ありがとうございます。今日はですね、今日最近の僕の台本は本当、ほとんど書き込みがないんですが、今日ほど真っ白だったことはありません。もう質問をこう準備するのがなんかちょっと悲しい気持ちになってしまいまして、正直。じゃあこれはもう雰囲気的にですね、まあその時の雰囲気でやろうと、まあ、ただここでなんかしんみりしてもしょうがないと思ったんで、ちょっと明るくですね、残り3試合もありますし、で彼ら、これがもちろん人生にとって最後ではないので、福島に関わっていただいた2人をですね、これからも僕らは応援していきたいと思いますし、そして、まだ残り3試合ある福島ユナイテッド AFC のリーグ戦、ぜひ応援していただければと思います。ということで、ドラさんも、ね、ありがとうございました。カレンダー担当ということでまだまだ残っている仕事は、ね、ありますけれども、頑張ります。カレンダー完売するように皆さんぜひカレンダーを買い求めいただければなと思います。次回のユナテレの配信なんですが、11月22日木曜日です。祝日の前の日、はい、7時からでいいですかね、7時から、はい、生配信を行います。最後の、ホームゲーム前のユナテレになります。今シーズン、最後のユナテレになりますので、お時間のある方はぜひ NCV の福島センター、こちらまでお越しいただければと思います。椅子もたくさんありますし、お水もありますし、あとペッパー君もお迎えしてくれますし、あとNCV さんのスタッフさんがいて、つながリンクってどんなのなんて説明もしてくれますので、ぜひお越しいただければと思います。改めて平選手、鴨志田選手でした。ありがとうございました。当たってますか。